こんにちは、チョメです。現在、北の教会っていうのがあるんですけど、ヒントを聞ける場所をちょっと開放する方法をやります。なんか猫と話せる服とか、寒さ対策とか、あと危険な魔物。これ最強の魔物を借り物で入手することができるんですよね。こういうのちょっと読んでいきます。動画の最後にね。ではまずここの解放のやり方からちょっと動画に撮ってるので、まずそちらの方をご覧ください。場所に関してはハイラル城下町の上の方ですね。こっちにしるべがあります。で左の方です。でこの右上のお墓のところの洞窟の中に関しては他に動画を出しております。これ入っていきます。北の教会の無をやっていきます。私、ちょっとね、初見ではないです。ここね、本当なら3体います。で、今、2体ほどさ、倒したので、ちょっと1匹しかいません。こうやって変身してから入手すると、早いですね。で、私、ちょっと剣とかも鍛えてるので、今、一撃でしたけど、ちょっと、何回か当てる感じになるかもしれません。で、この後、右に行って、あと、変身できなかった、この浮いてる青いやつを取って、回復するっていうのもいいです。落ちても、ハートは減りませんので。この辺りは私は、確かクローリーとかで倒しましたね。クローリーはまあ、序盤でも結構入手ができるから、まあ、これで敵を倒しても、青いやつが回復できるんでね。すごくいいですね。こんな感じで。一気に回復しました。ギーニですね。これね、ぬいぐるみ置いてあげてもいいですよ。これ。ちょっとめんどくさかったら。ぬいぐるみは今どこにあるんだ？あ、こう、まあ、ギーニで倒してもいいんですけどね。私もギーニ持ってるから。ギーニレベル2だけど。まあ、倒す方が早いかな。この辺はちょっと関係ないので、もう先に行って。この黒くまがまがしいやつですね。はい。ここにあります。これはちょっとぬいぐるみ置くか。ぬいぐるみは。ありました。でぬいぐるみ置いてあげるとこっちに行ってから戦わずにして済みますね。まあ、倒してもいいですよ本当に。でここのお墓のところにあります。でぬいぐるみ置いてる間に他のやつ出してからこうやって倒すっていうのもいいですね。ただ私の議員にもぬいぐるみの方に行っちゃうっていうのもあるかもしれませんけど。で次はこちら、なんかまがまがしいやつですね。これ結構ストーリー進めるとハイジャンプができるようになるんですよね、カエルのやつが。だからまだハイジャンプできない人はまあこんな感じにペットをやってからこっちの方で、これ ZL 押してますね。 ZL 押して X を押してまあ引っ張るみたいな感じですね。でここにいます。これどうだったかな、上から取れるんだったかな。ちょっと降りてみますか、調べるって。ちょっと慎重に。あ、できますね、ここで調べる。もう私はちょっとこの下にベッドとか置いてここに乗ってから調べましたけど、初見の時はこの無の世界にいる僕の仲間みんな見つかった。これでこの裂け目も消せる。ここの教会の人たちを救うことによっていろいろ解放されます。それもちょっとお見せしていきます。それと、トリーのね、この、経験値がもらえるっていうのもいいですよね。これ集めてレベルを上げることもできますね。あと、力のかけらはここはもらえましたね。これを集めるっていうのもいいかも。それじゃあ、ゼルダ元の世界に戻ろう。なんか、教会は結構初期の頃から。あとは、わざと残しとって、回復のために置いといてもいいですね、こちら。で、このように復元されますね。ちょっと復元前もちょっとお見せできたらよかったんですけど、一回ちょっとセーブしてちょっと復元前もちょっと見せましょうかね。ロードでちょっとまあ復元前のやつは、ちなみに復元前はこのような感じになってます。教会が丸ごと飲み込まれております。こっちの方とかももうこんな感じになってます。無とか敵とかも出てきたりとか。でこっちもこのような感じですね。で復元させたら見てください、こちらにね、らっしゃいらっしゃい、どんぐり拾いはどうだい、集めて楽しい、拾って楽しい、どんぐり拾いだよ、私がばらまくどんぐりを全部集めるゲームだよ、早く集められたら景品をあげよう、1回10ルピーどうだい、やってみるかい。ここでどんぐり拾いができるようになりましたね、教会のところ。あと右のところにも一応行ってみますか。ここ
構普通にもう平和になったみたいな感じかな。この人いましたっけ、マラタビュータさん、あなたは見た大きな墓石のところに階段があるの。この右上のやつはもう私ちょっとクリアしてるので、ちょっと再生リストから探してみてください、こちらの攻略方法に関しては。であとまあ教会の中ですかね、人がいますよ。猫は普通に話してもこんな感じなんですけど、まあ、猫の服っていう動画も私作ってるんですよ。あの猫の服着て話すと猫ちゃんとねお話が実はできるんですよ。ここの人間は優しいの、僕がいても優しくしてくれるからね。そんな優しい人間だからかな、時々他の人間がやってきていろんなお話をしてるみたい。男の人、家族が健康で過ごせますように、世界が平和になりますように、あとルピーがたくさん手に入りますように、お金のことですね。でこちらの教会の神父さんになるのかな。これは旅人さん、よくぞいらっしゃいました。土地柄ここは旅人がよく通る場所でして、私も平原の噂話などをよく耳にするのです。今はこんな話ができますよ、知りたいことはありますか。もうこのような感じにね話が聞けますね。で他別の話、じゃあ一個一個聞いてみますか。じゃあ黄金色の卵、黄金色に輝く卵をご覧になったことはありますか。なかなか珍しいもので私も見たことはありません。食べても良いそうですが、何かと混ぜると美味しさが倍増したり、お店に持っていけば割と高値で買い取ってくれるようですよ。これは卵のことですね。不思議な飲み物、これスムージーのことです。最近各地でアキンドナッツがスムージーという飲み物を売り始めたそうで、なんかスムージー作りのやつですね。面白いのは持っていった素材で新しいスムージーを作れるとか、様々な味を楽しめるのはもちろん不思議な効果を得ることもあるようです。確か教会を出て少し西に向かったところにもアキンドナッツが店を開いてたようですよ。大妖精、ハイラル平原の南東のハエリア湖には特別な力を持つ妖精がいるそうです。何でも彼女の要求に応えれば、その人の助けになる力を与えてくれるとか、ただ同時に大変なルピー好きという噂もありますね。これは装備枠を拡張するみたいな感じですね。じゃあちょっとここだけ紹介しておきますか。この今までのところみたいな感じの。卵は、このことですね。黄金の卵。なんか各地にね、落ちてますね。スムージーみたいなやつはちょっと出てから西の方にあるって言ってましたよね。私はちょっとその西のやつは見てないんですけどね、まだこっちにもあるみたいです。西って言うとありましたありました、ここだ、こんな感じの、まあ、結構オアシスのところが初めて話しかけるって感じじゃないかな。作りたいって言ってこうやって泡昆布と泡昆布だったバブルスムージーとか、まあいろいろ作れるみたいな感じですね。であとこの黄金の卵を素材にしたらもっとすごいのが作れるとか、そんな感じのやつでスムージーが作れると。アイテムはプラスボタンを押して、これ飲み物っていうところでなんかいろんなスムージーが作れるんですよね、まあ、失敗したらこんな感じ、怪しいスムージーになってます。これ持ち物枠これだけしか持てませんね。であとは大妖精っていうのはここですね。ここの祠に入っていったら、まあお金払ったら荷物枠のアクセサリー枠が増えますね。ちょっととりあえず行ってみたらわかると思いますよ。この上のアクセサリーがあるんですけど、これ今私5個が最大です。1、2、3、4、5、5個ほどね装備ができます。もう他にも動画出してるんで、じゃあちょっと別の話をもう一回聞きましょうか。後半もあるんですよこれ。はい、教会に戻ってきました。北の教会、今度はこっちから話しかけてみようかな。別の噂。寒さ対策です。これストーリー進めてるとあれですよ。スムージー屋では寒さをしのげるスムージーを作れるそうです。それさえ飲めば極寒の場所でも平気という噂ですよ。確か名前はポカポカスムージーといったかな。ポカポカと名の付く素材があれば作ることができるそうですよ。だから先ほど紹介した場所でなんかポカポカのやつを素材にして使ってみるみたいな。猫と話せる服は私が今着てるやつですね。猫の話す言葉がわかる服が聞いた話によると、こっから西あるかかりこの村というお店で売られていたとか、まあ売られていたんだけど、クエストをクリアしないとダメなんだよ。この教会にも猫がいますね。何を持っているのか聞いてみたいもんです。だからかかりこの村に行ってみてください。これが入手できるイベントがあります。再生リストで私も出します。危険な魔物。ここから北西にある静かな森をご存知ですか？
あの森には普段姿を見せない非常に危険な魔物が生息しているようです。もし足跡を見かけても後を追わないでください。何か待っている、いるかもわかりませんが。私今からこれを入手しに行くので、まあ、ちょっと先の動画で投稿すると思います。まあ、このように今回はちょっとこちら教会のところの無をね、ちょっと解放してみました。どんぐり拾いやってみます？初見で。どんな感じなのか気になる人もいるかもしれないから。どんなゲームなんだろうね。じゃあちょっとやってみよう。どんぐり拾い。またどんぐり拾いも後でまとめてやろうと思ってますけどね。景品をあげようって。やってみる。ジュールピー。まあ、どんぐり拾えばいいんでしょう。うわ、一気にあげた。え、どこにあんのこれ。おー、なるほどね。こんな感じね。集めるどんぐりは全部で11個。目標タイム40秒頑張ってね。これジャンプ持ってたら簡単じゃない？こんな感じで。おい。うまいね、私。自分で言うのはなんだけど。ね、ジャンプさ。あの、教会の上が厄介やな。どうしよう、どうしよう。ちょっと待って、考えてないまだ。これちょっと、ダメだな。ちょっとこれ押してる間は大丈夫だ。これさ、先にさ、メガドン出しといて、行くっていうのが良かったな。先出しメガドン。あ、これでも全然いけましたね。お疲れさん。どんぐり全部集めたね。結果は18秒49だったよ。君すごいね。じゃあ景品あげちゃおっかな。一発でクリアしちゃった。まあこんな感じにもらえるみたいな感じだね。今回だけ特別にこれもあげちゃおっかな。お、ここに卵もゲットできましたね。また遊びに来てね。また遊べるの更新できんのかな、これ。またもらえるこれ。じゃあ、2回目やってみる。なんか楽しいね、でも。さっきの反省を生かして、メガドン先を押してもいいな。先に置いとく作戦。どう？ちょっと待ってよ。どうしようかな。ここ斜めにジャンプできる。やばい、ミスった。ミスってる、ミスってる。さっきの方がうまかった。ほい、置いとく。やばいよ。全然ダメじゃねえか。あ、でも40秒以内か。まあ、どんな方向でもあるみたいな感じか。斜めジャンプ、斜めジャンプ、OK。どう？さっきとどっちが早い？あまりやりすぎるとあれだな。あ、記録は？あ、またもらえた。10ルピー増えていく。あ、はるかに超えちゃってるね。あ、今度は違うやつだけど、なんかもらえる。だから2回目はこんな感じでしたね。では、ご視聴ありがとうございました。実況者はチョイでした。あ、今日はね、こちらの方をね、ちょっと解放してみました。ちょっと挨拶2回目かもしれませんけど。ね、すいません。では失礼します。